もうお前の古いスキルはいらない。クビ。所属している会社の社長がこの世を去り、組織は再編成された。その際に新しく部長となった人物に呼び出され、俺は突然クビを宣告されてしまった。エリートが来る以上、使えないジジイはいらないんだよ。もともと彼に嫌がらせを受けていた俺。どうやら新しく若いエリートを雇うので、ジジイである俺はいらないらしい。俺はおとなしく首を受け入れ、どうなっても知らないからなという思いで会社を去ることにした。それから数日後、案の定会社は大変な事態に陥るのであった。俺の名前は奥村翔太郎。今年で50歳になる男で、結婚には全然興味がなく独り身だ。性格は比較的控えめな方だと思う。仕事はシステムエンジニアをやっていて、多くの人が街や電車の広告、テレビ CM で聞いたことがあるだろう A という会社に所属している。システムエンジニアという仕事を選んだのは、昔からパソコンを触るのが好きだったからだ。子供の頃、親に無理を言ってパソコンを買ってもらい、オリジナルゲームや自分のホームページを作って遊んでいた。趣味はそのまま変化せず、大学を卒業して今の A 社に新卒で入って今に至る。こうやって振り返ってみるとびっくりなのだが、もう勤続30年に迫っているのだな。いやはや時間の流れとは恐ろしいものである。一説では20歳前後で人生の体感時間は半分終わっているというが、本当にその通りかもしれない。それだけ勤続していても、俺の立場は主任で止まっている。それは俺自身の意思によるものだ。同期や後輩からはなぜ上へ行かないんだと再三指摘を受けている。それでも俺は今の立場にとどまり続けている。俺なんぞ人の上に立てるような人間じゃないのだ。控えめであるがゆえにそうやって自分を卑下していた。ある日のこと、朝早く出社して始業前に掃除をしていると会社に電話があった。俺は毎朝掃除をしているが、この時間の入電は決まって誰かが会社を休む旨の連絡だ。おはようございます、 A 社です。あら、奥村くん、私よ。相手が誰なのかは声で分かった。岡本社長の奥様である。だがどこか声に違和感がある。彼女はおっとりした人なのだが、今は焦燥が見える。どうされました？それがね、さっき夫が緊急搬送されたのよ。は、緊急搬送？あまりに唐突だったからか、はたまたまだ寝ぼけていたのか、俺は彼女の言葉を一瞬だけ理解できなかった。数秒遅れてやっと大変な出来事であることに気づく。え、社長は大丈夫なんですか？それがまだわからないのよ。今まさにお医者さんに見てもらっているところなの。とにかくそういうわけだから今日は会社には行けないわ。何が起きたのか聞くと一連の流れを教えてくれた。彼女は朝起きて寝ている旦那さんを起こそうとしたのだが、彼の様子にどうも違和感があったらしい。異様に静かで青白く、不安を覚えて額を触ってみた。すると異常なまでに体温が低かったという。何度呼びかけても起きないから急いで救急車を呼んだの。今は病院から携帯で電話しているらしい。どちらの病院ですか？心配でたまりませんから、何人かで急いで伺います。そう？岡本社長が運ばれたのは、会社から30分くらいの比較的近い病院であるようだ。電話を切り、出社してきた役員に事情を説明して、共に教えてもらった病院へ向かった。移動中、病院を目指して進む一行は一言も喋らなかった。全員、岡本社長の無事を祈り続けていたのだ。だが、現実はあまりにも非常であった。俺たちが病院に到着した頃には、岡本社長は帰らぬ人となっていたのだ。A 社に長くいるだけあって、
彼との思い出はあげればキリがないほどある。岡本社長。知らせを受け、俺は病院の廊下で膝をついて涙した。それから数日は食事も喉を通らないほど落ち込んでいた。ただ会社へ行き、ただタスクをこなし、帰宅してただ寝るだけ。そんな風に人間性を失っていた俺だが、ふと気がついた。岡本社長はこんなこと望んでないよな。彼の喪失を嘆いてばかりではいけない。そう自分を奮い立たせ、なんとか立ち直ることができたのであった。岡本社長の逝去に際して、A 社では会社組織の再編成が行われた。これまで役員をやっていた上里さんが新たに社長となり、俺の上司である部長が空いた役員の席へ。多くの昇格があったが、俺は相変わらず主任のまま。代わりに沢村彩人という人が部長の座についた。上里さんによるスカウトで、同業他社から入社した30代の若い男で、相当頭のいい大学を出たらしい。A 社の皆様、本日よりお世話になります。沢村彩人と申します。私なりにイノベーションを起こして参りたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。沢村部長は、初参加の朝礼でそう挨拶した。背が高く、きちっと固めた髪とメガネ、そして高級感あふれる背広が知的な印象を与える。絵に描いたようなエリートといった感じだ。奥村さん。その日の昼休み、昼食を終えて事務所で本を読んでいると、沢村部長がいらっしゃらないタイミングを狙って、後輩が小声で話しかけてきた。どうした？今日から来てる沢村さん、奥村さん的にはどうですか？どうっていうのは、何について返答するべきだろうか。学歴か、仕事ぶりか、それとも容姿か。答えに迷っていると、彼が抱いた印象を話してくれた。確かに知的な人って印象ですけど、なんだかプライドが高そうじゃないですか？そのセリフを聞いてか、周りの社員たちが話に参加してくる。わかる。ちょっと面倒そうですよね。思い通りにならないと気に食わなそうと言いますか。自分はなんだか、失礼かもしれませんが、気に入らないですね。初日早々、沢村部長の印象は悪いようだった。こらこら、見た目で判断しちゃいけないよ。よそから来て、あの若さでいきなり部長に抜擢されるんだから、きっとすごい手腕を持ってるに違いない。新部長が少しかわいそうに思えてしまい、俺はそう仲間たちをなだめた。そうだといいんですけど。僕は怒鳴らないかつネチネチ言わない人なら何でもいいです。納得してくれたかはさておき、彼らはとりあえずその場での陰口はやめてくれた。それから数ヶ月が経過した。新しい部長にもすっかり慣れ、新鮮だった感覚は A 社の日常へと変わった。というわけだ。沢村くんやみんなのおかげで、我が社はまた大きな仕事を勝ち取ろうとしている。朝礼の場などで、上里さんは沢村部長を褒めた。うん、確かに俺が抱いたイメージの通り、彼のシステムエンジニアとしての能力はとても高かった。社長を直々に称賛するのもうなずける。お客様の要望を正確に読み取り、迅速にその期待に応える。大きく難しいプロジェクトがあると率先して先頭に立ち、プロジェクトメンバーをゴールへと導く。我々が目指すお手本のような姿を彼は部下たちに見せつけたのだ。そこまでは良かった。同僚や後輩たちがなんとなく危惧していたように、沢村部長には少々問題があると判明。主に性格の面である。例えば、エラーかよ。プログラミングをやっていて思わぬエラーが出ると露骨にイライラする。しかもそれを独り言という形でブツブツと表に出し、時にはドンと机を叩くこともあった。詰まるところ、沢村部長は自分の思い通りにならないとすぐ怒る癇癪持ちであったのだ。おかげさまで事務所の空気は悪くなり、
上司である彼に相談事がある社員たちは、話しかけるタイミングを吟味するのに苦戦。仕事が滞ってしまうことも珍しくなかった。さらに、その癇癪は部下たちにも向く。システムを作る上で、多少の予期せぬエラーが起こるのは仕方がないことだろう。少なくとも A 社では、そのために使用期間を設けてある。たとえその使用期間中であったとしても、部下のシステムに関してバグ報告があると。おい、鈴木、ちょっと来い。ある時、仲間の鈴木が呼び出された。お前のシステムにバグがあるって報告が来てるぞ。すいません、すぐに修正をかけます。鈴木は謝罪の言葉を口にし、バグ報告書を受け取ろうとした。そのままおとなしく渡せばいいのだが、沢村部長はイライラしていたのか、再度怒鳴り始めてしまう。バグなんかでよそ様に迷惑かけて、しかも俺の顔に泥を塗りやがって。と、人の上に立つ上司とは思えないことで怒っている。彼が部下に対して向ける怒りの理由は、今回に限らず自分のメンツに関わるものが多い。初日に皆が言っていた通り、彼はプライドが高いのであろうな。さっさと直してこい。表情にやれよ。鈴木が何度も謝る。沢村部長はなおも机をどんどん叩き、その後しばらく己の怒りをあらわにし続けた。いつものことなので諦めかけていたのだが、かれこれ10分以上はネチネチ言っている。さすがに見ていられず、俺は思わず立ち上がってしまった。やりすぎですよ部長。少し強めに放った俺の言葉で事務所は静まり返り、キャスター付きの椅子が後方に動く音だけが響いた。あ？俺に文句があんのか？部長の怒りの矛先が俺に移る。新しいシステムでバグが見つかることなんてよくあることじゃないですか。そのための使用期間だってことは、部長ほどの方であればお分かりですよね。沢村部長は何も言わず手を払い、続きに戻れと暗に示した。続いて鋭い視線を俺に突き刺す。バグ報告があったら真摯に受け止めて直したらいいじゃないですか。今度はなだめるような口調で言ったのだが、彼の怒りはさらに増幅したようだ。なんだお前、何を偉そうにごちゃごちゃと。長く勤めておいて主任止まりの無能じじいの癖してよ。また机をドンと叩き、俺へのあざけりも兼ねてそう怒鳴った。その場の空気は最悪だ。今は立場の話なんて関係ないでしょ。そう言ったが、沢村部長はまだ怒りが収まらない様子。聞くに耐えないひどい罵詈雑言を吐き続けている。すみません、生意気なこと。言いたいことは言ったし、鈴木ももう解放された。これ以上かき回す必要もないだろう。そう判断し、俺はおとなしく引き下がることにした。ごめんね。地獄のような空気にしてしまったことを周囲の人たちに謝り、仕事を再開。その日は結局、終業までよそよそしい雰囲気のままだった。そんなことがあった日から、沢村部長の俺に対する扱いはひどくなった。どうやら口答えされたあの一件で嫌われてしまったらしい。おいおい、ゴミが散らかり放題だぞ。ジジイは掃除もろくにできないのか？最初は奥村だった呼び名は、あの日からジジイに変わった。まあ、ジジイなのは俺も自覚しているので構わないのだが。問題なのは、俺が掃除しているのを分かっていながら、沢村部長はわざと散らかしているというところだ。すみません、すぐやります。俺が毎朝早く来て掃除しているのと同じように、沢村部長は早く来て事務所で朝食をとる。菓子パンと缶コーヒーのセットだ。そのパンのカスを意図的に床にばらまくのである。嫌がらせは時間とともに加速する。最初はゴミをまく程度だったのだが、最近では仕事にも支障を入れてくるようになった。おいジジイ、これもやっとけ。はい。書類を渡されたので内容を見てみると、そこそこ重い仕事だった。決してコーヒー買ってこいみたいな軽いノリで渡されるべきものではない。
今週中にやれよ。納期が迫ってんだからな。今週中って、もう水曜日の夕方ですよ。二日ちょっとで片付くような仕事じゃないことは明白。できないなら覚悟しろよ。わかりました。こんな風に無茶すぎる短納期で仕事を強要してくるのだ。毎晩夜遅くまで残業し、時には会社に泊まることもあった。場合によっては休日さえも返上し、彼の無茶に応える。いくら誠実に答えても、ちょっとしたエラーが見つかるだけで大激怒だ。俺はこれまで仕事が嫌だと思ったことはなかった。だが、ここへ来て嫌に思い始めた。まったくどうしたものか。またある日、俺は沢村部長に呼び出しを食らった。彼から振られた無茶な仕事が立て込んでいるので、勘弁してくれと嘆きながら沢村部長のデスクへ。お疲れ様です、沢村部長。ああ、来たか、じじい。これまで呼び出されるといえば、何かで怒られるケースしかなかった。だが、今回は様子が違う。怒っているどころか、ニヤニヤと笑っているのだ。不思議に思いながら、俺は部長の言葉に耳を傾ける。最近、お前の仕事が遅い。自覚はあるか？そんな質問が飛んできた。正直に言うと、確かに心当たりがある。最近、過労とストレスで常に体調が悪い気がしている。なんとか神経が乱れているのか、寝つきも悪い。寝不足だからパフォーマンスも落ちる一方だ。本来の能力が発揮されていないであろうことは、俺から見ても明らかな事実であった。しかし、それは多分、いや、間違いなく沢村部長のせいだと思うのだが。もうさ、ジジイだから仕事がきついんだろ？俺が返答を考えている間に、沢村部長は笑いながら言った。いえ、しっかりと休むことさえできれば問題ございません。無理はしなくていいぞ。実は大企業からスカウトしたエリートが来週からうちに来るんだ。と語りながら、彼は口が裂けてしまうんじゃないかと思うほど口角を上げてにやつく。俺は特に何も言わず、視線だけで何が言いたいと疑問を呈した。察しの悪いじじいだな。システムエンジニアは、常に新しいものを学んでいく必要がある。そうだな。まあ、それはそうですが。だったらわかるよ。もう、お前の古いスキルはいらない。クービ。え？何か嫌味を言われそうだな。そう覚悟して沢村部長のデスクへ向かった俺。それなりに構えてはいたが、予想外のさらに外側をつく答えが聞こえて固まってしまった。冷静に沢村部長の言葉を一つずつ噛み砕き、理解しようと試みる。社長は、上里さんは何とおっしゃっているのですか？解雇を言い渡されたのだと理解した途端、平静を装う余裕はなくなった。みっともなく声を荒げ、俺はそう質問する。俺の判断だ。エリートが来る以上、使えないジジイはいらないんだよ。どうやら上への相談はしていないらしい。どうしよう。30年ほどやってきた A 社で退職を強く迫られた。我が人生においてこれ以上の絶望はなかったな。わかったら数日中に退職届を用意しておけ。お前も一応システムエンジニアの端くれだ。技術は日進月歩で成長していくんだから、古いジジイより新しいエリートの方がいいって理解できるだろう。しかし上には口応えすんなジジイ。分かったらとっとと手持ちの仕事を終わらせろ。若いエリートに面倒事を残すんじゃねえぞ。それだけ吐き捨て、沢村部長はそそくさと外部との打ち合わせに出かけてしまった。そんな彼を見ながら俺は鼻で笑った。内心、どうなっても俺は知りませんからねと嫌みたらしくつぶやきながら、数日後、俺は長年付き添ってくれた仕事仲間や新しく来たエリート君に仕事の引き継ぎをした。俺が管理していたシステムの全権利を沢村部長に譲渡。さっさと消えろと部長はそう言うので、
退職届を出した翌日から有給消化に入ってやることにした。奥村さん、本当に辞めちゃうんですか？寂しくなりますね。ありがとう、みんな。だけどほら、部長の言う通りジジイだし、仕方ないことだよ。引き止めてくれる仲間、もはや戦友と呼べる彼らにそう告げて、俺は会社を足早に去る。泣いてしまわないうちに家へ帰ろう。それから数日後、俺は自宅でのんびりしていた。最初は次の仕事を探そうと考えていたのだが、最近では別にいいかとも思い始めた。どうせ独り身だし、今までも質素な生活をしてきたので貯金は十分にある。よほどの贅沢をしなければ目をつむるまで余裕で暮らしていけるはずだ。早期リタイアってことで気ままに生きよう、そう思うようになっていたのだ。その日の昼は料理に挑戦してみた。時間や気力の都合上、これまでは簡単なものしかやったことがない。だが今は時間が無限にある。ネットで見た美味しそうなレシピを再現。うん、悪くない味だ。料理って案外楽しいな。美味しいものができると自分は一流シェフなんじゃないかという錯覚を起こす。それが俺に多幸感をもたらしてくれるのだ。ん？テレビをつけると多幸感とは真逆の不穏なニュースが流れていた。何でもある会社のシステムが崩壊し、大規模な障害が発生しているらしい。へえ、大変なことになってるな。なんて、のんきに映像を眺めていると、気丈に伏せて置いてある携帯が、ブーブーと騒ぎ始めた。なんだろう、とてつもなく嫌な予感がする。恐る恐る携帯をつかんで画面を見てみると、そこには、神里さんの文字があった。もしもし、おお、神里だが、すまないね、休暇中に。休暇中？確かに休暇中ではあるが、普通とは違うはず。神里さんが何を言っているのかわからなかったが、それよりも俺は彼の声が震えていることが気になって仕方がなかった。いやー、驚いた。沢村くんから君の退職届を見せられた時は腰を抜かすかと思ったよ。沢村部長に嫌われてしまったみたいで、実質解雇ですよ。それより雑談をしている場合じゃないんじゃないですか？そう聞くと、神里さんは、ああ、と肯定してから、咳払いを一つ、なおも震えながら、神妙な声色で語り始めた。どうやら、もうニュースは見てくれたようだね。うちのシステムで障害が発生しているんだ。先ほどテレビで見た障害の起きている会社というのは、A 社のことである。それも、かつて俺が管理していたシステムだ。退職時、すべての権限を沢村部長に渡したのだが、どうやら彼では扱いきれなかったようだ。もう察してくれたかもしれないが、この事態の根本的な解決には君の力が必要だ。あれを長らく管理してきた翔太郎くんの力がね、どうか助けてくれないだろうか。どこかの誰かとは異なり、神里さんの言葉には誠意がこもっている。これを断るのは両親が痛むな。しかし、私は退職に向けて有給消化中です。ああ、そのことだがね、翔太郎くんは今、ただ休んでいるだけということになっているよ。え？疑問を呈した俺に、神里さんは事情を説明してくれた。何でも神里さんは最近の俺を案じてくれていたらしい。かつてないほど疲労していて、それに伴って無理をしすぎて、させられすぎていた。だからあえて何も言わずに数日休ませ、それから退職届の話をしようとしていたという。翔太郎くんの意思を聞きたい。本当に辞めてしまうのかね？私は辞めたくなどない。本当は A 社に身を置いておきたい。こんなことで辞めてしまっては、俺が仏さんになった時、先に亡くなった岡本社長に合わせる顔がないからだ。その選択は君に任せる。それじゃ。電話が切れた。どうするべきかという迷いはない。俺はスーツに着替え、 A 社へと急いだ。会社に到着すると内部は大混乱していた。奥村さん、おい、奥村さんが来てくれたぞ。なんて
仲間たちの歓声が聞こえる。いやいや、そんな大げさな。せわしなく行き来する彼らとは反対に、沢村部長は一人であわあわしていた。どうやらパニックに陥っているようだ。待っていたよ、翔太郎くん。上里さん、私にできることがあるなら、こっちだ。上里さんに案内され、事務所の奥へ。そこは部長の席だが、座っているのは例のエリートくんだ。彼がそこで復旧に当たっているらしい。奥村さん！俺を見るなり、エリートくんはすがってきた。奥村さんの資料を参照しながら作業していたのですが、僕、もう限界で。そうかい。ここまでよく頑張ってくれた。あとは、俺に任せてくれ。俺は英雄気取りでそう言い、エリートくんと席を変わった。そこからは忙しすぎてあまり記憶がない。気がついたら23時過ぎで、システムの修復は完了していた。事務所各所からは安堵のため息が聞こえてくる。本当に助かったよ、翔太郎くん。なんとかなってよかったです。上里さんと話していると、そこへ例の人物が現れる。あんた、なんで？憔悴しきり、普段はピシッと着こなしているスーツを乱してやってきたのは、沢村部長である。なんであんたみたいな古い人間があんなすごいシステムの管理を？なんで権限を譲った時に気づかないんだと問いただしたくなったが、なんとか答える。そんな俺の代わりに口を開いたのは上里さんであった。翔太郎くんは我が社の大事な初期メンバーだからだよ。え？俺が大学生になった頃、幼少期からやっていたプログラミングは、他人から高く評価されるレベルに達していた。システムエンジニアになりたいと思っていた俺にとって、誇りとなる武器である。そんなある時のこと。なあ、翔太郎、今度そこそこでかいプログラミングコンテストがあるらしいぜ。大学のアトリウムでお昼ご飯を食べていると、講義から戻ってきた友人がそう教えてくれた。その手には、コンテストのものとおぼしきポスターを持っている。へえ、コンテストね。オリジナルゲームから商業用のシステムまで何でもありらしいぞ。翔太郎、参加してみろよ。え？俺がコンテストに？そうだよ。お前、プログラミング経験も長いし、実際いいもの作るし、かなりいいところまでいけると思うんだよな。コンテストにはあまり興味なかったのだが、俺はその友人に促される形でなんとなく応募してみた。知り合いからの評価じゃなく、客観的な評価をもらって自分の実力を正確に把握するにはちょうどいい機会だ。出したのはオリジナルゲームである。この時流行っていた RPG のパチモンみたいなものだ。締め切りまであまり時間がなかったので、極めてシンプルな作品になった。自分ではちょっと微妙だったかな、くらいの感想を抱いていたのだが、それがまさかの最優秀賞を受賞してしまった。受賞した数日後、俺の前にとある人物が現れた。彼はプログラマーであるらしく、岡本と名乗った。つまり、私をその会社のメンバーに入れてくださると？ああ、そういうことになる。君の作品大変素晴らしかった。ぜひ、その力を貸してほしいのだよ。岡本さんはどうやら会社を作ろうとしているようで、システムエンジニアの一人として俺を引き入れたいようだった。わかりました。よろしくお願いします。本当かい？ありがとう。ありがとう、奥村くん。昔から趣味でやってきたことが功を奏したと感じ、俺は岡本さんの話に乗ることにした。ほんのわずかにだが、心の奥底には就活で苦しまなくて済むという喜びもあったが、それはここだけの秘密にしておいてほしい。大学を卒業した頃には、岡本さんの計画も進み、正式に A 社が誕生した。発案者である岡本さんが社長、岡本社長となり、彼の知り合いである上里さんが社長の補佐を務めた。俺は何人かいるエンジニアの一人として参加。岡本社長の手腕は凄まじく、
A 社はみるみるうちに大きくなった。ある日、エンジニアの中でも会社によく貢献しているとして、岡本社長は俺に役職についての話をしてくれた。君の貢献は素晴らしいね。君さえ良ければ部長になってくれないか？所属しているエンジニアたちをまとめる役割だ。非常に嬉しい話ではある。しかし、俺は首を横に振った。私は大したことはしていません。それに、人の上に立つなんて柄じゃないですし。自分なんか、と俺は俺を卑下したのだ。それから何度も同じ話があったが、その度に断り続ける。岡本社長も上里さんも、そして同僚さえも、もったいないという。それでも俺は、かたくなに人の上に立つことを拒んだ。やがて岡本社長は俺の思いを受け入れてくれたが、一つだけ頼まれた。わかった。管理職にはつかなくていい。だがせめて主任にはなってくれ。数々の成果を上げてくれた君に何の役職も与えないなんて私の気が済まんからな。そう懇願され、俺は主任になった。それから30年近く経過した今でも、主任という立場に居続けている。これじゃ控えめというより頑固に近いな。俺はそう時々自分でも笑ってしまう。上里さんから奥村翔太郎という男について聞いた沢村部長は、そんなバカな、なんて震えながら絶望している。あんたみたいな古い人間がどうして、どうして、まだ言うか。そう呆れていると上里さんが再び口を開く。人は勉強することで自分をアップデートできる。会社創設から今までシステムを支え、柔軟に対応してくれている翔太郎くんは古い人間なんかじゃないだろう。上里さんの言葉が終わるのと同時に、沢村部長は膝から崩れ落ちた。その目からは大粒の涙が溢れており、悔やんでいるように見える。己の態度を反省してくれていると嬉しいのだが、果たしてどうだろうか。その後、俺は上里さんと話をして退職を撤回。A 社に所属するシステムエンジニアの一人として復職した。また、沢村部長は事件の責任を取って、自らの意思で辞めていった。上里さん曰く、彼のエンジニアとしての実力は確かだったのだが、本人の意思が固いことと、彼の横暴さの被害に遭った社員たちのことを考えた結果、引き止めなかったらしい。そして、というわけですから、僭越ながら、本日から私、奥村翔太郎が部長を務めさせていただきます。皆様、今後ともよろしくお願いいたします。空いた部長の席には俺が座ることになった。上里さんや信頼している仲間たちからの推薦である。今回は断ろうという選択肢はなかった。また何かしら事件が起こるかもしれない。その時に俺ができることを増やすためにも頑固であり続けるのはやめようと思ったのだ。それと突如として亡くなった岡本社長の思いに応えたいという考えもある。部長という立場について半年、最初は緊張していた俺だが、今ではすっかり慣れてしまった。とある反面教師を参考に、良い雰囲気作りを心がけている。やっと部長になった俺を見て、上里さんはうんうんとうなずいている。申し訳ございません。長らくお待たせしました。新人エリート君の実力は目を見張るほどで、いつか追い越されてしまうんじゃないかと日々震えている。というのは大げさかもしれないが。とにかく二度と古いジジイなんて呼ばれないよう自分をアップデートし続けていく。俺は改めてその大切さを胸に刻むのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。